J トラストの本部と申します。ステークホルダーの皆様には日頃から大変お世話になっております。本日は2021年12月期第3四半期決算について説明をさせていただきます。今回は第3四半期決算ということではございますが、分かりやすく説明をしてほしいといった要望をいただきましたので、説明動画を配信させていただくこととしました。明晰事項につきましてはこちらのスライドに記載の通りでございます。本日はご覧の項目についてご説明をさせていただきます。それでは早速説明に入らせていただきます。まず2021年12月期1月から9月までの通期計画に対する連結業績の進捗率です。営業収益が 73%、 営業利益が 142%、 親会社の所有者に帰属する当期利益は 120% となっています。利益項目は主力の金融事業の損益が計画を上回っていることなどから好調に推移しています。ただ事業再編を進めていますので、5月に上方修正した業績予想を現時点においては据え置いています。次に連結決算概要です。日本金融事業は債券回収業務が好調で、信用保証業務も堅調に推移しています。セグメントの営業収益及び営業利益は第1、第2クォーターに引き続き、この第3クォーターも計画を上回って推移しています。韓国及びモンゴル金融事業は JT キャピタルの売却が完了しました。売却代金は約111億円です。東南アジア金融事業はJトラスト銀行インドネシア BGI ですね、ここの営業損失額が縮小したことと、カンボジアのJトラストロイヤル銀行 JTRB の増益によって計画を上回る速度で改善して、セグメントの営業損失は前年同期比で縮小しています。このような結果、連結の営業収益は前年同期比で増収、営業利益と税引き前利益は大幅増益、親会社の所有者に帰属する当期利益は JT キャピタルの売却損約25億円を計上した上でも24億円の黒字になっております。なおスライドにも記載をしておりますが、この JT キャピタルの売却損は通期計画に織り込み済みです。次に前年同期比セグメント別の営業収益はこちらのスライドの通りです。また前年同期比セグメント別の営業損益はご覧の通りでして、東南アジア金融事業が前年同期比で14億円の改善となっております。ここからはセグメント別に見ていきたいと思います。まず日本金融事業は冒頭に説明した通り順調です。こちらのスライドは信用保証事業の残高、その推移になりますが、残高は2000億円強で安定しています。その中でも昨年11月に開始した中古アパートローンの保証残高が計画を上回って積み上がっている状況です。次にサービサーの請求債権残高は回収が進んでいる中でも債権の買い取りが順調で、債権残高は減っていないどころか増えている状態です。こちらのスライドには日本金融事業の取り組みと戦略をまとめています。日本保証では3000億円の保証残高を目指し、そのための種まきを続けていると説明してきましたが、徐々に芽が出てきつつあるといった感じになっております。
アパートローン保証は簡単に説明をすると、ハウスメーカーが建築をしたアパートを投資家が購入し、購入する際の資金を銀行がローン提供し、それを日本保証が保証するというスキームになっています。このような通常のスキームに加えて、今は新たな取り組みとして、土地の仕入れからアパートの建築、それを購入する投資家の開拓、プロモーション、そしてローン保証まで、入り口から出口までを当社グループがワンストップで行うという、他にはない独自のスキームで展開をすることを始めています。企業秘密もありますので、現時点ではあまり具体的な話はできませんが、土地の仕入れからアパートの建築も行いますので、高立地で、かつ IoT を導入するなどして、クオリティの高い、商品価値の高いアパート、投資物件、投資案件になっています。加えて、日本保証としては、最終的に保証残高の積み上げにつなげることを目的にしていますので、アパートの販売価格自体からマージンを取ることを考えておりません。したがって、相場と比較して競争力の高い価格設定になっています。結果として、投資家は高い利回りを享受することができますので、まずアパートを購入する投資家の立場から見て、魅力ある投資案件になっています。もちろん、利回りが高いことで、投資家のキャッシュフローも良くなりますから、アパートローンの返済が滞るリスクも低くなりますし、金融機関から見ても魅力的な融資案件になります。さらに、当社グループでは、オリジナルのサイトを開設したり、またはセミナーを開催するなどして、高所得の優良な投資家を集客し、そのような投資家の皆様に直接投資物件を案内しています。したがって、昨今、金融機関はアパートローンをなかなか出しづらい状況の中、ローン付けが可能な優良な顧客への融資案件となりますので、この点においても、金融機関の皆様から見て、より魅力的な融資案件になっています。もちろん、言うまでもありませんが、保証会社の立場から見た場合でも、高立地の優良物件なので、入居率も高くなりますし、かつ、高所得の優良な投資家ですから、返済が滞るリスク、つまり、保証履行をするリスクもほぼありません。次に、パルティール債権回収については、コロナの影響等で債権買取を保留し、様子見をしている同業他社が多い中、引き続き取引金融機関を開拓するなどして、積極的にかつ厳選した上で債権の買取を進めています。以上のような取り組みを推し進めていくことで、日本金融事業は、現状の利益水準を1段階引き上げるべく取り組んでいます。日本金融事業の通期予想に対する進捗率はご覧の通りでして、前倒しに順調に推移しています。次に、韓国及びモンゴル金融事業です。セグメント業績はご覧の通りでして、前年同期増収増益、好調に推移しています。こちらのスライドは JT 貯蓄銀行の貸出資産残高と延滞債権比率の推移です。残高は増加傾向、延滞比率は定位安定となっています。ご承知の通り、JT 貯蓄銀行は売却予定であり、その売却価格は自己資本を基準に決定することになりますので、業績が良好で自己資本が積み上がれば、その分売却価格も上がることになります。また、冒頭にお伝えした通り、8月末ですね、に JT キャピタルの売却が完了しました。
売却によって入ってきた資金は一部有利子負債の返済に活用し、その他については M&A を含めて日本国内の信用保証残高の積み上げやインドネシアの BJI の早期黒字化実現に活用していく考えです。韓国及びモンゴル金融事業の通期予想に対する進捗率はご覧の通りで好調です。ここからは東南アジア金融事業です。今回は第3四半期、つまり7、9月の話ですから、お忘れの方もいらっしゃるかと思いますので、最初に若干補足をさせていただきます。この時期には東南アジアで新型コロナが猛威を振るいました。例えば7月ですね、インドネシアにおけるコロナの感染者が1日に5万人を超える日もありましたし、また日本への帰国を希望する人のために特別便のフライトが運航されました。こうした状況ですから、インドネシアでは出勤に関する制限が行われました。例えば銀行においてはオフィス運営は 25% にまで勤務が制限されましたし、一般業種の活動は 100% 在宅勤務となりました。またカンボジアでも断続的にロックダウンが実施されました。ロックダウンが実施されると、例えば融資や回収業務は大きな影響を受けることになりますが、こうしたひどい状況においても冒頭で説明をした通り、東南アジア金融事業の損益は改善をしています。この点はぜひお伝えしておきたいことです。会社別に営業損益を前年同期で見てみますと、ご覧の通りで BJI は24億円の改善、 JTRB は4億円の増益になっています。ここからは個社ごとに KPI を見ていきたいと思います。まずは JTRB です。こちらのスライドは JTRB の預金残高とコストオブファンズの推移です。キャンペーンの実施や新商品の投入などから預金獲得は順調で、コストオブファンズも定位安定しています。ご覧の通り普通預金の新商品も好調です。次のスライドは JTRB の貸出残高と延滞債権比率の推移です。残高は順調に増加していて、特に法人向けが伸びています。延滞債権比率につきましても引き続き定位安定しています。ちなみに2019年8月の買収以降に実行したコーポレート向け貸付についてデフォルトは一件も発生していないという状況です。JTRB は貸出残高の増加に伴い利息収入が順調に増加しています。一方で為替取引や資金送金などの受け取り手数料は、冒頭もちょっと触れましたがコロナの影響もあって伸び悩んでいます。しかし改善の余地がありまして、逆に言いますとコロナが今後収まってくればこの受け取り手数料は伸びていく可能性があると考えています。次にホームページでもご紹介をさせていただきましたが、 JTRB はイギリスの著名な国際ビジネス誌のグローバルアウトルックから顧客への知識、対応、サービスの提供等が優れている銀行に贈られるモストカスタマーセントリックバンクカンボジア2021を受賞しました。このようにカンボジアにおける顧客第一主義の銀行として外部から高い評価を得ています。ここで少しカンボジアの銀行セクターについて話をしたいと思います。ご覧のスライドはカンボジアにおける銀行セクターの総資産の推移です。当該セクターの総資産はコロナの影響を受けた2020年は約
15% の成長にとどまりましたが、2019年までは毎年 20% 以上の成長を続けていて、今後もこの成長が続くと見られています。したがって他の銀行と同じように普通に銀行業を行っているだけでも 20% レベルの成長が見込めるわけで、魅力ある市場になっています。そういった市場の中で JTRB の取り組みと戦略です。業用を拡大することにより安定収益を確保し、コストオブファンズを意識した低金利預金の獲得を強化しています。また新規顧客の開拓、大企業との取引拡大、各種預金商品の拡充やモバイルアプリ、ネットバンキングの拡充を進めています。ここからはインドネシア事業です。こちらのスライドは BGI の預金残高とコストオブファンズの推移になります。預金残高は昨年6月を底に増加傾向が持続しています。またコストオブファンズも大口の高金利預金から小口の低金利預金への誘導策が走行し、過去最低水準を更新しています。ご覧の通り BGI の買収当時 9.3% だったコストオブファンズはこの9月時点で 4.84% とおおよそ半減しています。また新規預金の口座獲得件数についても8月を除き各月で最高件数を更新しています。次に BGI の貸出残高と NPL 比率です。成長が見込まれる一部セクター等に選択的かつ慎重な貸し出しを継続している中でも貸出残高は増加をしています。また不良債権残高は9月に不良債権の回収が進んだこと等で6月時点の 5.95% から 4.64% に低下しています。 BGI は貸し出し投資ポートフォリオの入れ替えが進んでいます。これまでもいろいろとこう説明をしてきましたが、いまだに不良債権の不良化を心配する方がおられるようなので、今回はこちらの資料を用意しました。このスライドはリスクマネジメントを強化した新体制と旧体制における貸出残高比率、そしてそれぞれの NPL 比率を示しています。新体制後に積み上げた貸出残高は全体の 64% にまで増加し、その新体制の下で積み上げたローンについての NPL 比率は 0.1% となっています。つまり新体制の下で積み上げたローンからはほぼ不良債権は発生していないということです。これが事実です。また BGI は11月2日には日本における戸建ての分譲住宅でナンバーワンの飯田グループがインドネシアで分譲開発している令和タウンにおける住宅ローンの業務提携を締結しました。この令和タウンは全体で1650棟の分譲開発を予定している大規模なプロジェクトです。また今後はこの令和タウンに続いて他のプロジェクトでも住宅ローン業務提携を締結する予定となっています。今回この BGI の業務提携については現地で大きく報道されました。それを見た日本の別のハウスメーカーから同じように業務提携をしたいとの問い合わせをいただいております。ちなみにインドネシアのある国営銀行はインドネシアの中央銀行による優遇措置等により来年の住宅ローンが10から12%で伸びる見通しを出していまして、インドネシアにおける住宅ローン市場は大きな可能性を秘めていると
言えます。次のスライドはマルチファイナンス会社の J トラストオリンピンド JTO ですねの貸付残高と NPL 比率です。ここは引き続きコロナの影響を考慮し戦略的に貸付を抑制していまして残高は減少傾向になっています。次にこちらのスライドはサービサーの J トラストインベストメントインドネシア JTII の請求債権残高と回収金額の推移です。回収金額は四六と比較しますと7、9月は 89% ほど増加しております。ご覧のスライドは各社の現状の取り組みと戦略になります。 BGI は引き続き戦略的パートナーシップを結べる業務提携および資本提携等を検討していて実際にいくつか話が来ています。さらに大手企業などへの貸し出しを伸ばすために当該顧客とのパイプラインを持つビジネス担当役員2名を招聘して M&A がなくても自社で成長ができる体制を引き続き構築中です。次に JTO に限らずマルチファイナンス業界は引き続き厳しい状況にありますがそのような市場環境の中 JTO は既存の商品事業体に限らずあらゆることを検討しています。リストラによりスリム化を進めると同時にデジタル化を推進して業務効率を上げていく考えです。また前回も説明をしましたが納期グローンは BGI を含めグループとして今まで以上にさらに強化する予定でそのための体制整備を進めています。そして JTII と TAID のサービサー2社です。こちらも前回説明した通りインドネシアでは不良債権の増加が予想され市場が拡大する見込みでして加えて TAID ではフィンテック企業からの債権回収業務を受託し取り組んでいてこの分野も非常にニーズが高く成長分野になるのではないかと考えています。日本では一般的にネット系フィンテック系のファイナンス会社などは特に回収ノウハウやコスト等の問題から不良債権の回収を自社で行わず売却するところが増えていくと言われています。これは日本に限った話ではなく今後はインドネシアでも同じような傾向になっていくのではないかと考えていますのでビジネスチャンスが広がっていくと期待をしております。東南アジア金融事業の通期計画に対する進捗率です。 BGI は9月に不良債権の回収が進み引き当て金の戻し入れという要因がありましたが単月で営業黒字になりました。来期の通期黒字化に向けて確実に進捗しています。ご承知の方はご存知の方もおられるかと思いますが韓国の貯蓄銀行の時もそうでしたがこれから損益分岐点に近づく過程において月次ベースでは黒字だったり赤字を繰り返していくことになると思っております。営業損失は通期計画が43億円のところ29億円となっており達成に向けて着実に進捗しています。最後に投資事業です。シンガポール訴訟の回収によりご覧のような水準となっております。投資事業につきましてはこれまでと同様引き続き回収を進めていきますが皆様にご報告すべき事項が発生しましたら速やかにご報告させていただきます。冒頭に説明した通り主力の金融事業が計画を上回って推移していることなどから通期計画を前倒しに進捗していますが事業再編を進めていることなどから
5月に情報修正をした通期計画を現時点においては据え置いております。説明は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。